チャンネルクララをご覧の皆様こんにちは。日本人だけが知らないインテリジェンス柏原隆一先生よろしくお願いいたします。 今日はですね、はい、まあ前回の続きなんですけど、いよいよあの、レーニンを取り上げてみようと。はい。う思うんですよ。レーニンというと、どんなイメージが、お持ちですか。もう銅像のイメージしかない。あ、そうですよね。<laughs> なんかレーニンというと、なんか、あ、冷麺みたいな、冷たそうな人。<laughs> そんな感じですよね。サイだから <laughs> まさに、でも、やはり、こう、それ以上にですね、やっぱ、り今回お伝えする話は、非常に悲惨な話で。やはり、こう、二十世紀がひどい時代であった。そしてひどい、ひどい時代にしたのは、やはり。かなりの部分、このレーニンという人物だったんです。 ではないかと、そういうことをすごく痛切に感じます。だから顔は笑ってるんです。心はすごく泣いていると。そういうふうにちょっと見て、あの、ちょっと聞いて楽しんでいただけたらなと、そう思いますね。まずですね。今回まず紹介するのはレインの国家からなんですよ。レインの国家、レインとっての国家は何か。まあ、あの、例えば、こう国家と革命っていう本があるんですが、彼はそんなこと言ってるんですね。資本主義のもとには、本来の国家が一階級が。 他の階級を抑圧するためのしかも少数者が多数者を抑圧するための特殊な機構がある系統的に抑圧するというような事業が成功するためには抑圧が極端にえ凶暴残忍であることが必要であり血のみが必要であるすなわち国家にとってはよ国家とは抑圧機構であってえー、っともう凶暴残忍であることが必要なんだ そういういんですねそして資本主義から共産主義への移行期においては抑圧のための特殊の装置特殊の機構である国家はまだ必要であるがしかしそれは過渡的国家であり本来の意味での国家ではない。で、えー、その理由は、えー、多数者である昨日までの賃金奴隷が少数者である搾取者を抑圧することは比較的に容易で簡単で自然なことであるからそれは奴隷や濃度や 賃金労働者の反乱を抑圧するよりははるかに少ない流血で済むであろうし人類にとってははるかに安価に済むだろうすなわち支配階級にいる人を全部殺してしまえ <laughs> そうしたらみんな敵がいなくなってハッピーいやー極端ですね極端ですね、えー、だからこうなこん当ドライですよね。 まあ資本家階級の人の人方が少少数だから少ない流血ですと非常にもう,こう乱暴というのか暴力的というんですか今の日本人の感覚でいうととても信じられないような<ー>そういう発想だったんですよね。はい、ま,あまずねこのレーニンの国家間において問題なのはやはり単純な二分法ですね労働者階級と資本社階級という二分法で,で資本社階級が労働者階級を抑圧しているだから、えー、と資本社階級を全部殺してなくしてしまえ。 でもこの議論ってあナチスあのゲルマン民族の越性制ていうことを説いたナチスドイツとほとんど一緒ですよねユダヤみたいな邪魔なやつら全部消してしまえそうしたら、ね、こう優秀なドイツ民族だけが起って世界征服ができますよみたいなだからなんか暴力革命とかって、うん、そういうことですよね,、えー、すねだからもう本当は人間性に対する、あのー、こう深い不信の念っていうんですかそれがやはりこうレイニーニンの中にあったと。 そういうことがこうわかります。はい。それが具体的な形になって現れるのがやはりこう革命ロシア政権の中でのあの公安機関なんですね。うん、まずですねあの1918年8月30日にですねあのまあこうそういう公安機関があるチェカーと言ったんですけど、ここペトログラード市長市局長が暗殺されると。でまた同じ日に。 えっと例えばレニーニンも、えー、暗殺未遂になると、はい、そういう,こう暗殺っていうのが結構大きなテーマになってまして、はい、やはりこう反革命のエージェントとかいろんな国から入り込んでますからねでそれでなんとか防衛しなきゃいけないでそれであちょっと時代が後、えー、前後するんですけど17年の12月の20日に反革命サボタージおよび投機取締り全ロシア非常委員会っていうのが こう設置されました。これも、まあ、長いでチェカーと言ってますが、チェカー、そういう組織が生まれるんですね。でね、これで、でも、このチェカーというのがですね、やはりさっきのレーニンが、やっぱりもうむちゃくちゃじゃないですか。はい。もうやることがちょっと読みますよ。本当、うん、嫌になるんですよ。ちょっと読ませていただきますね。まあ、革命、階級の敵に対する野蛮さは、革命的美徳である。<laughs> う <laughs> まあ、ちょっとわからないですね。はい、例えば、どんなことやったか、ちょっと読みますよ。 10代の青少年を含む多くのチェキストこれはチェカーの人間ということですね、はい、信じられないほど過酷な拷問を行ったカルコフでは被害者の腕,が皮か,ら皮が腕から皮が剥がされ人間の皮によるグローブが作られたボロネズでは釘の打ち込まれた樽に裸の人間が入れられ樽ごと引きずり回されたポルタバでは僧侶が口出し,しにされた オデッサでは捕らえられた白鋭軍の兵士が、えー、厚い板に貼り付けられゆっくりと炉に入れられたキエフではネズミのカゴが囚人の体に固定されカゴが熱せられたするとネズミが、えー、犠牲者の蝶を食い破った。こうしたチェカーのバ蛮さはソェエト体制の支持者にとってすら悩みの種でしたしかしレニーニン本人はそうした制度を承認しなかったもののチェカーの活動に没頭していたのはレイニーニン本人だった。 た <laughs> ため息が出 <laughs> たたため息息がですね、はい、だからこのぐらい全体主義共産主義というとなんかこうみんなが平等になって平和な社会が来るんじゃないかなというのがありますけど実際に行われていたことはこれは毛沢東もやりポロポともやり、まあ、全ての共産権で大かれ少なかれ同程度のことが行われているんですね、はい、だから共産主義を理想にするということはこうした拷問も理想にするということだううよね。ね やっぱりこう、それはやっぱ改めてね、おかしいぞと、ね、うん、日本共産党っていうのがありますけど、だから共産党というのはこんなにね、血みみわれた。 でもち血みどろのこうね伝統を引きずってるんだということやっぱり日本人が改めてこう考えるべきことだと、うん、こういうふうに思いますね。一度浅間マ酸事件とかで長、はい、当たりにしているはずなのにまた忘れちゃってますよねだからやはりこう,もう本当にねあの平和でやっぱ平和をけし,てしまってそういう昔の話を忘れてしまうんですもんね。はい、やっぱり歴史というのはそういう意味ではすごく重要です。はい、でまあこの後のジェカン組織にちょっと簡単にねあの名前がいろいろ変わりますのでそれだけちょっと紹介しておきますね。はい、1922年に 国家政治局ゲーペイウーという GPU ですねと書いてゲーペイウーになりますで24年には統合国家政治局オーゲーペイウー1934年には、えー、内務人民委員部 NKVD と名前を変えていって、1954年には、えー、国家保安委員会、KGB とこうなるんですね。はい。あのプーチンが務めてきたの KGB ですね。はい。<laughs> だから KGB はこういったあのやり方っていうのが非常によく通じていたということがわ、えー、かりますはい。で、あの前回にねあのお話したときにあの浸透工作と。 はい、あと、えー、っと、挑発要因工作っていうのがありましたね。はい、やっぱこのチェッカーも、この挑発要因工作を非常にうまくやってるんですよ。で、その話はちょっとさせていただきますね。はい、まあ、チェッカーの手法は、えー、敵対組織に対する、まあ、潜入工作。違法工作を先導する、おとり工作員のしよだったんですね。これはだからオフラーナから、その前引き継いでるわけですよ、はい、ね、えー、例えばですね。えー、っと、英国はですね。こうロシア革命の発生に対して。何とか、これ、革命、を何とか阻止しようと、そういうことを考えるんですね。 そこでです、ねあのー、飛び切りのエージェントを採用すするんですよ、はい、それは何かっていうとシド,シドニー・レイリーっていう人物なんですけどそれとあと当時の英国の大使館員であったブルース・ロックハートあそれとかあとフランスの総領事とかを、えー、こう集めてですねボリシェベキ大戦を転覆しようという。 陰謀をイギリスの宝んですよ。はい、ね、それに対して、えー、まあ、えー、まあこのシドニー・レイリーっていうのは、まあユダヤ系のロシア人で、まあボーワ戦争とか日露戦争開戦直前の旅順とか。 あと第一次世界大戦でもうずっとインテリジェンスがあってもう本当にね有名なインテリジェンスオフィスターなんかまあスパイですよね。はい、あのいわゆる「あの007」シリーズってあるじゃないですか、はい、あれの一つの大,大元の原型は多分このシドニー・デイリーじゃないかなうそういう具合に言われているもう本当に伝説的な名スパイなんですよね、はい、まあ名スパイって言って変ですけどもで、えー、彼はですねまあどういうことをしようとしたかどういうことをしたかいうと、まあ、ロシア国内ではです、ね、自分はチェカーの要因だっていうことを言うんですよ。 はい、そしてロシア国内をこう,うろうろ,うろうつき回るそして、まあ、クレムリンに駐留しているラトビア人連隊の指揮官を抱き込むことに成功すると、まあ、その指揮官は反ボリシェービキ反乱を起こす準備があるという感じですね、はい、俺たちが反乱を起こしてみせるよそういう言うわけですが。で、えー、レイリーは、まあ、クーデター後の新政権の陣容すら考慮していましたが、えー、事態は彼の目のとが異なる方向にどんどんずれ,い、ま、ずれていきます でえー、この1918年のさっきの,、ね、あのレーニンの暗殺未遂事件以降、まあ、チェカーのペトログラード支局長暗殺事件により9月2日には、まあ、西側の陰謀の存在をこう発表するんですよね。はい、でそれで、えー、5日には英仏の陰謀家がレーニン暗殺未遂とじゃチェカー支局長暗殺の首謀者である。 というかに、もうチェカーの音楽がドーンというわけですよ。はい、そうするとまあ、レイリーはもうこう。もう自分の身が危ないですから逃げます。うん、でも、ブルースロッカーとは捕まると、はい、<laughs> そういうことになります。ででもですね。この件語もうちょっとこう、えー、振り返ってみると、そもそもこの施設事件のシナリオを書いたのはレイリーではなくてチェコだったんですよ。 踊らされてたんんでですすそうなんですよ。このレイリーに,リーに接近した、えー、ラトビア人連隊の指揮官は、まあ、チェカーのエージェントだったんですよね。もうそもそもそそ騙してたういうことです。で、えー、そのねチェカーの局長のジェルジンスキーはこの陰謀を初めから終わりまで把握しておりレイニンの暗殺未遂事件をきっかけに、まあ、決着をつけたと。まあ、こういう具合にですね敵対組織に、えー、接近してその組織に入り込んでそして 敵組織を事実上解明させるという、えー、そういういスタイルはです、ねまあ、後でもこうソビエトのインテリジェンスの中では何度も繰り返されると、はい、そういうことになるわけですねであの、まあ、これはまあロシア国内の話ですけれどもあのチェカーは対外的に、まあ、公安機関ですけど対外的にも積極的に活動するようになりますそれが、まあ、1920年12月20日にです、ね、チェカーにです、ね、対外部門 INO というのが設置されました、はい でこの目的はロシアの社会主義連邦、えー、ソビエト共和国に敵対して活動する国家反革命勢力の特定でロシアに対してスパイ活動を行う組織の徹底的研究でそれぞれの国家の政治過程の解明、まあ、そういったあの敵になりそうな要素を全部、ね、対外的に全部調査するぞという部門がこうできたんですよね。はい で初代分、えー、初代部長がですね、え、メール・トリリッセルっていう人物なんですよ。はい。でこの人物はすごく面白い人物ですね。はい。あの彼なんか20年代っていうのかちょうどあのロシア革命が、えー、こうちょうどこう始まり、まあまあもう、まあまあ、ロシア革命がなってでこう極東の方がガタガタしてるじゃないですか。はい。であのシベリア出兵とかね、その時のもう極東共和国とかそこら辺に深く関わった人物なんですよ。うん。だから日本と 日本の軍隊が日本とか各国の軍隊が来てるところにうまく接衝してこう巧みにこう出させたというそういう経歴がある人物なんですよね。はい、だからそのぐらいからやっぱりソビエトの情報機関と、あのーまあ、日本との接点という日本軍との接点というのはあったと、はい、そう考えるべきでしょうね。で、えーそ,まあ、それ以外のね。 えーまあ、海外の亡命者への潜入工作が行われますあの大体ねロシア人がね大体あのこうどこに亡命したかっていうと例えばパリなんですけどね、はい、パリなんかに、ね、い,いくつもねその亡命証拠のサークルなんかがあるんですよ。うんその中にねあのエージェントなんかこう入り込まれてでそれであの「ロシアに帰ったら」とか。<laughs> <laughs> 帰ろうかって言って帰って、捕まる。ですよ、ね、<laughs> いや、おめおめ帰ってどうすんだ。そう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 。か本当ね、もうそう、そういう話がね、延々とある。それ以外にも、例えば、あの、まあ、ドイ、ツにね、亡命しているロシア人なんかだったら。あの、あの、芸術家の集い。ってで、芸術家はみんな集まってるんだけど、ロシアは母なる、すごくない。みんな帰ろうよみたいな話になって、で、帰って捕まる。はい <laughs> やっぱそうですよねだからね本当にねそういう、ね、作戦例えば具体的な作戦名と知られたのは真珠ガート作戦とかドレスタ作戦とかそういうのがあるんですけども、うんえー、そういう浸透拘束やります当然西側の政府機関あるいは軍組織ですね。 これにもどんどんこう浸透工作を重ねていくと、こういうことがあるわけですよ。はい、だからあのどういったらいいんでしょうか。まあこれはあの本当にあのソビ,ソビエトのこう情報活動のほんの一端にしか過ぎませんけれども、やはりここまでねあの、えー、っと過,激過激といったら変ですけれどもあの。 インテリジェンスというものがなければ、ソビエトというものをそもそも理解ができない、はい、ね。やはりこう浸透工作とあとねあの挑発要因工作ですか。それをもう二つの大きな軸ですから、それをやはりこう前提にしてそれ以降の歴史もあのまあ、中国とかも含めてですね、共産圏も含めてやはりこう考えるべきであっただろうとそういうことはこう強くこう考えるんですよね。はい、まあ最後にねやはりあのあれなんですよ。あのチェカーと比較して。 小ラアナとどうだったかということをちょっとねそれをちょっと比べてお話をちょっとまとめようかなと思うんですけどロシアの革命前にですね1901年における政治犯罪による監禁者というのは4113名でした、はい、でそのうち強制労働に従事していたのは180名のみで,で処刑の対象になったのは暗殺もしくは暗殺未遂犯のみでした。はい でレーニンが、まあ、赤色テロを、ね、命じたあとにえ1918年10月15日ペトログラードから届いた報告によれば800名の反革命が処刑6229名が投獄されたということでした、はい、で白英軍だからあの反革命軍ですね、はい、の内戦中のチェカーの処刑数は25万人に達しましたーレーニンの死後スターリンの下でも農業集団化の失敗による大飢饉 36年から38年をピークとする大粛清によって、えー、千数百万人の人々が粛清されたと言われています。なので血の海を作り出したのはボリシェビキ体制でやっぱ革命を裏切ったのはレーニン本人というねだからレーニンも本当にね美しい理想を掲げながら結局やってることは超黒いっていうね、はい、そういうことをやっていたのが こういういうソビエトロシアという、まあ、全体主義国家あったんじゃないのかな、はい、それがまた重要なことはそれがあの他の国に,巧みに影響を与えていいるととうことですね日本もやはりその影響を受けてるしアメリカとかもソビエと理想の国家と思ってるわけですよ、はい、でそういう全体主義でグロテスクなことをやってるにもかかわらずそのやってる内容は全部ベールに隠してそしてもう理想だけを抱えてそしてあの全世界をアピールするそういう構造があったわけですよね。はい まあ非常に恐ろしい時代だったと、はい、そい言えるかと思います、まあ、残忍なことでもうちゃんと勉強しないと本当の姿っていうのがわからないのでねおっしゃる通りでね本当にねここまでひどいんですよレーニンが悪いんですよレーニンがこんなスタイルであったからその、ね、こう子や孫たちの世代も同じことを繰り返してやるもうどんどん人を殺しまくるんですよもう共産主義というのは人殺しえこれからは絶対はっきりしてると思うんですよね。うん そのこともね、やはり改めてやはりこう歴史としてね、我々が覚えておくことは非常に重要だと思いますね。はい、なんか前進しようとしている方たちにもこの動画を見ていただきたいものですね <laughs>。そうですね。<laughs> 次回もお楽しみに。